石か？おお、なんか荒れ果ててるな。ずいぶんくたびれた感じね。中に入ってみようぜ。くれぐれも気をつけてね。でもいいわよ。ケニの番。風の行く先を。みんながそばにいてくれるわ。雲が風の赴くままに。ここまで大海の水の汚染が。うん、それに濃度が濃い。フォンテーヌ人だったら落ちた瞬間に溶けてしまうでしょうね。そうだぞ。ここには大海の水があるから下に行っちゃダメだ。無理にとどまっても特に何かできるわけじゃ危ない目に遭うかも。役立たずって言いたいわけじゃないぞ。その大丈夫。あんたの言う通り、この状況では私は確かに力になれないね。じゃあここはまた。困ったな。先に進むしかないかも。じゃあナビア、ここでオイラたちを待つか。遺跡の水位は不安定よ。上昇する可能性もある。ここに留まっていても安全じゃないでしょ。一緒に先に進んだ方がいいと思う。出口がすぐそこにある。じゃあしばらくはオイラたちと一緒に進むしかないな。
お嬢様。お嬢様、どうしてこんなところでぼーっとしているんです？私が。お嬢様は自分の時間が欲しいだけなのかもしれない。え、あれ、私寝てたの？そのように見えました。もしかして私疲れてるのかな。そうかもしれませんね。でも外に出たいと言い出したのはお嬢様ですよ。はあ、思い出せないなんて。寝ぼけてるのかな。私今日はお昼寝してないよね。すごくよく知っている感覚。でもお嬢様どうされました？いや、なんでもない。単にどうして外に出ようとしたんだろうって。覚えていらっしゃるか分かりませんが、国外の商人との債務問題でジベルニーさんが私たちに援助を求めてきたことがあります。少し前に解決しましたが。外出するついでにジベルニーさんの様子を確認してみようということです。ああ、そうだったかも。そんなことがあった気もする。およ、ナビアさん、それにマルシラックさんとシルバさん、また会えて嬉しいよ。最近はどう？おかげさまで最高だ。あの面倒な奴らはようやく俺がその目当ての人じゃないって分かってくれたみたいだ。俺は保証人ですらないんだぜ。朝から晩まで俺の家に来やがって、隣人のオーベルノーもうざがってたんだ。力で人を黙らせて話を聞いてもらうというのも時には必要なようですね。間違いない。あ、そうだ、ベネッティ、この前ナビアさんに何をあげるって言ってた？ああ、少しお待ちを。ナビアさん、私が育てた花の種です。どうか受け取ってくれませんか？すごくいい品種なんですよ。とても大きくて綺麗な花が咲くんです。我が家の問題はナビアさんがいなければ解決することはできませんでした。あ、些細な気持ちですがどうか受け取ってください。あんたが育てたの？アンガト、もらっておくよ。マルシラック、お嬢様のお望みでしたら秋の鉢はいくらでも。じゃあ決まり。育ったら観葉植物を全部ベネッティさんがくれた花に変えましょう。かしこまりました。待って、何かがおかしい。奥さん、私の聞き間違いじゃなければお名前はベネッティよね？はい、そうです。それが何か？ううん、初対面なのにあんたの名前は聞き覚えがあるような感じがするわ。もしかしたら前回旦那さんと話をした時に聞いたのかもね。私は絶対にその名前をどこかで聞いた。そうだ、どうしてここはこんなに人が少ないの？お嬢様、お時間にご注意を。え、何があるの？おや、まさかお忘れですか？ナビアさん、ここにいたのね。ずっと探してたんだから。早く歌劇場に向かって、ナビアさんの審判がもうすぐ始まるわ。私の審判？あ、私歌劇場に行かなきゃいけないの？そうです、お嬢様、まもなくお時間ですので出発しましょう。え、わかった。見ろ、ナビアだ、彼女が来たぞ。それにあの二人の従者もやっと来たわね。審判を見に来てる人が多い。それにみんな妙に興奮した表情をしてる。コリナ、デジレ、ジョインビレ、ジョリエンヌ、エソンヌ、こんなにたくさん来てるなんて。この事件
どうして私は全く覚えがないの？審判官は、あれ？ヌビレットさんがいない？お嬢様、被告席へどうぞ。ご安心ください。私とシルバが付き添いますので。わかった。でも私の後ろに立ってていいの？いつもなら許されないでしょう。ですが今日はいささか特別ですから。あの人たち、ここを何だと思ってるの？本当に理解してるのか？まったく。ちょっと、こそこそ話さないでくれる？審判官のヌビレットさんがどこにいるのか教えて。私はどうしてここに立たなきゃいけないわけ？親愛なるナビアさん、まだ自分の犯した罪に気づいていないと？であれば私が説明してあげよう。皆もご存知のように、ナビアさんはカーレスの旦那の後継者であり、スピナディロースらの現会長、そして我々が住むポアソン町でも指折りの実力者だ。スピナディロースらを引き継いでから君はかつてのカーレスの旦那と同じように私たちと接してくれた。助けが必要な人がスピナディロースらに願えば、君は必ずや応じてくれる。そしてそれは君だけでない。君の執事や部下たち、スピナディロースらのほぼ全てのメンバーがポアソン町の幸せのために尽力してくれていた。なら、どっからどう見ても私は善人ってことよね？ああ、その通りだとも。だからこそ君はなおのこと訴えられるべきなのだ。君は多くの者を助け、困難を解決に導いた。君と私たちは共に歩んでいるのさ。つまり切っても切れない関係にある。ポアソン町全体が一つの大きな家族であり、私たち全員が固く結ばれている。そして君はとりわけ重要な存在。私たちは決して君を失ってはならない。故に平等を掲げる法廷は君に有罪判決を下すのだ。私たちと共に君を永遠にここに留まらせるために。あんた何を言っているの？確かに私は故郷のポアソン町のためにいろんなことをしてきた。みんなと一緒にいたいとも思ってる。けどそれってわざわざここで議論しなきゃならないこと？ほう、君がそう思ってくれているのなら私もこれ以上言うことはないよ。よかったわね、ナビアさん。みんな、この見知った人たちはどうして全員笑ってるの？はあ、思い出した。そうか。いえ、違います。待ってください。そうではありません。マルシラック？マルシラックさん、何を言い出すんだ。私たちの考えは寸分たがわない。さあ法廷よ。ここに残ってナビア、あなたは私たちの一員なんだから。お嬢様、罪を認めてはいけません。これはお嬢様を永遠にここに閉じ込めるための審判です。弁護権を行使します。ジョインビレさん、あなたはお嬢様の優しい一面のみを見ています。彼女は優しさを持つと同時に完全に独立した考えを持った人間です。それをあなたはご存じないのでしょう。お嬢様は生まれながらにして自由で独立心が強く、何者にも縛られてこなかった。たとえカーレス様の死を前にしても、お嬢様はその歩みを止めていない。お嬢様がされてきたことは何かしらのグループの一員であることを自認する証明にはなりません。彼女は単に個人として他の方々に優しい手を差し伸べているだけなのです。その違いをどうかご理解ください。なるほど、個人としてか。
だが忘れるな、私たちはフォンテーヌ人、ここは正義の国で水の国であることを。ナビアさんが個人の意思でそう決めたとしても、その素晴らしい魂が最終的に皆のところに帰ることには影響しない。水は全てを受け入れ、全てを融合させる。当然彼女のその善意も例外じゃない。水の国では全てのものが計られ、やがて皆一つとなる。見解が一致した時、その見解こそが正義そのものを表す。今の私は全てのものを代表した存在だ。私たちの見解はいずれも完全に一致している。ナビアさんはここに残るべきであり、ナビアさんと私たちは一つであると。それがあなたたちの言う正義ですか。滑稽にも程があります。あなたたちはただお嬢様にまだ個体として存在する望みが残っていることを妬んでいるだけに過ぎません。忘れないでいただきたい。あなたたちもかつて独立した自由な個体になりたいとどれほど願っていたかを。あなたたちは私たちに属する正義に背くのか。その正義が花から間違っているなら、それを認める必要もない。そちらの理屈であれば、私たちも自分の正義を掲げることができます。私とシルバはお嬢様を守りましょう。これが私たちの正義を貫く手段なのです。どういうこと。頭が痛い。お嬢様。シルバ、なんだか頭がクラクラする。気分が悪いの。目の前に星が飛んでるみたい。そっか、ずっと奇妙に感じてた理由が今わかった。コリナ、デジレ、ジョインビル、ジョリエンヌ、エソンヌ、あとさっき会ったジベルニーとベネッティ、それからマルジラックとシルバも。認めたくないけど、けどみんなもう死んでるんだ。恐れることはありません。そしてこの罪を認めないでください。私たちは最後までお嬢様を守りますから。バカバカしい。なんでそんな頑なに審判を受けさせたくないの。私たちが多数派なのよ。審判の国では多数派こそが絶対の正義。全ての意思を体現してるのはこの私たちなの。逃がしちゃダメよ。何があってもナビアさんを引き止めないと。マルシラックさん、シルバさん、まだ分かってくれないのか。たった二人でどうやって集団に逆らうというのだ。抵抗を諦めろ。これは崇高な審判であり、ナビアさんは私たちに属すべきなんだ。あんなことがあったのだし、孤独なポアソン卿に一人残すべきではない。あんたたち一体。もう言い訳は聞きたくない。俺たちが妬んでいるだって。彼女が独立した答えなわけないだろ。みんな様子が。誰が彼女を妬むというの。最初から俺たちに属してるじゃないか。そうだろ、ナビアさん。静粛に。この声は。ヌビレットさん。法廷で騒ぐことは禁じられている。先ほど君たちが述べたことはただの茶番に過ぎず、審判を成立させるものではない。本日の審判はここまでとする。なお、法廷の許可を得ていない者が異議を申し立てることは認められていない。感謝いたします、ヌビレット様。さあナビアさん、まだ時間が残されているうちに共にここを離れよう。でも。早く行ってください、お嬢様。ここから出る唯一のチャンスは今しかありません。おや、もしや
私たち二人と離れるのを惜しんでいるのでしょうか。マルシラック。失礼いたしました。これが最後の会話だと思うとつい冗談を言いたくなってしまいまして。マルシラック、シルバー、急げ。さようなら、お嬢様。お気をつけて。目が覚めたか。体も無事なようで何よりだ。私夢を見てたみたい。マルシラックとシルバがまだ生きてて、狂った審判から阻まってくれたの。大丈夫か。悲しすぎて悪い夢でも見たのか。オイラがギュッと抱きしめてもいいぞ。先ほど私がここに着いた時、木の場所が崩れ、ナビアさんが水面へ落ちていく瞬間を見た。本来であれば一瞬でも水に触れれば溶けてしまうのだが、うん。何があったの？うっすらとだが、2匹の純粋精霊が君を受け止めて保護している姿を目にした。1秒にも満たないほんのわずかな時間だったが、そのおかげで救助する猶予ができたのだ。もし彼らがいなければ、救い出す前に君の意識は消えていただろう。ちょっと待った、純粋精霊だって？それってバキと同じなんじゃ。もしかすると二人こそ君の夢に現れた人なのかもしれない。まさか死んでもなお私を守ってくれるなんて。こっちに来てくれ。ナビレット、どうしたんだ？いや、大したことではない。何か話をしないか。なんだよ、急に難しい顔して。どうしたんだ？あ、わかったぞ。お前、無理やり話題を探そうとすると気まずくなるタイプだろう。私はただ、ナビアさんに一人になる時間を与えるべきだと思っただけだ。だったら最初からそう言えよ。オイラたちを呼んでおいて、話題も見つからずだんまりの方がよっぽど気まずいだろ。それもそうだな。ルビンか。何事もなく過ごせているといいが、メロピデの仕事が重くのしかかってはいないだろうか。安心しろ、あいつは水の下でうまくやってるから。超凄腕の看護師長だしな。そうか、であればいい。私と同じようにシグウィンも人間の世界を理解するのに時間がかかるのではないかと気がかりだったのでな。もうお前によろしくだろ。まあシグウィンにせっつかれてだけどな。起きててくる役ごとに最高の審判官がぶっ倒れないことを祈って。だってさ。ああ、その気遣いにも感謝しなければな。近頃は確かに世話しない。メロピデ要塞も万事順調であればいいが。こいつ本当に話題を探すのが下手だな。ナビレット、お前ってその泳ぐのが得意だろ？うん、当然その通りだが。今のはなし、別の話題にするな。お前どうやってこの遺跡を見つけたんだ？召使いに教えてもらったのか？はあ、君たちとポアソン町で会う約束をしていただろう。だが到着すると
ハデュイたちがポア村長の住民の避難誘導をしていてな。その上、そこに大量の物資を運んでいた。唖然としていたところ、たまたまその場に居合わせた召使いを見かけ、この古代遺跡の調査を君たちに依頼したと聞いたのだ。確かに、最初は合流する予定だったもんな。遺跡を探索するくらいならあまり時間がかかんないし、お前もまだ公文書を読んでて離れられないと思ってたんだけど、まさかこんなに早く片付けて駆けつけるなんてな。みんなお待たせ。ごめんね、だいぶ落ち着いたよ。さあ探索を再開しましょう。ところでヌビレットさんも一緒に行くの？ああ、同行させてもらおう。また一人増えたな。よーし、それじゃあ出発だ。終わりです。シュやっと。風の赴くままに風、雲の行く方。Thank you.
行き止まりみたいだな。ここで終わりのようだ。近くに隠し部屋らしきものもない。思ったよりぐるぐるするけど、背広くはないみたい。石板？ここに奉納されてるみたいだけど、取ってみるか？待って、あまり不用意に触るのはやめときましょう。台座に対して石板は3つしかないな。1つ目の台座にはまってたはずの石板がないぞ。近くの壁も崩れている。下に文字が書いてあるな。どれどれ。これは滅ぶべき国である。だからその未来の歴史を知る。そう、どういう意味だ。誰かが意図してこの石板を残したみたいね。けどそうなるとこの滅ぶべき、これは予言した内容だろう。石板に描かれた絵は予言の描写に一致している。例えばこの2枚目だが、ひざまずいてる信心深そうな人がいるな。その後ろにまた同じポーズをした人がいるぞ。彼女が見てる方向は、なんだこれ、空に浮かぶ島。3枚目の絵の真ん中にいる人はフリーナ様。水神様が水に落ちたってこと。それに周りを人が囲んでるな。ちょっと力できなくなってきたぞ。こいつらは水中にいるのか。でこっちの4枚目だけど、これは私も知ってる。フォンテーヌで噂になってる予言と完全に一致してるみたいね。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を流す。この一連の石板には、にも多くの情報が隠されているのだろう。だが、私には身を全て読み解くことができそうにない。一枚目の石板が欠けているゆえにな。申し訳ない。そんなこと言わないで。別にこういった予想外のものを解読するのが、ヌビレットさんの役割ってないんだから。石板を見てたら、その気がしてきたぞ。だって怖くないか。これってつまり未来の歴史ってことだろう。この予言って絶対に当たるんだよな。こんな未来に立ち向かうのはさすがに遠慮したいところね。でもこの絵をつなげてみてみると、どっかおかしい気がしない？そうね。確かに、もしこの4枚の絵が時系列順に並んでるとしたら、4枚目のフォンテーヌが水没する絵が先で、次に3枚目の水神様が水に落ちる絵になるはずだよね。だがこの石板では順序が逆になっている。これが時系列通りなら、3枚目にフリーナ様がいるし、この2枚目に書かれてる方は船体の水神様なのかも。エゲリアか。彼女を実際に見たことはないが、絵に書かれた彼女の姿は確かに記録と一致している。船体水神が空に浮かぶ島に向かってひざまずき、その姿はまるで罪を認めているかのようだ。まさか主人様が罪を犯したってこと。そうじゃなきゃこんなことをする理由が。どうしてこんな古い石板が存
存在するのか気になってたけど、内容感じ。まさか、これが予言の元になってるとか？だったら、石板を作って、この言葉を残した人は誰なんだ？どうやら、その手がかりはフリーナから得るしかないようだ。そうね。もう近くに手がかりはなさそうだし、ここで時間を無駄にするの。そうだな。まずは安全な場所まで戻ろう。一応まだスピナディロースラの方を見ておきたいからね。ほら、助けてもらっているにせよ、自分の目で見ておいた方がいいことって多いし、その方が安心です。あちこち走り回ったのに、まだそんな体力があんのかよ。元気だな。おいらはクタクタでもう倒れそうだぞ。今夜はサンドル川に戻って休んでちょうだい。長いことでくれてアンガとね。私もこれで失礼しよう。皆大一日だったな。ゆっくり休むといい、旅人。私は明日中フリーナに石板のことを聞くつもりだ。君もきっと気になっていることだろう。時間があれば明日の午前中に私の執務室へ来るといい。と共有しよう。本当にフリーナに直接聞くのか？大丈夫かな。どんどん真相に近づいてるはずに、逆に恐怖が増していってるぞ。彼女はずっと秘密を隠している。そうやすやすと譲歩することはないだろう。だがそうであればあるほど、私は自分の役割を果たし、彼女に現状を理解させなければならない。おう、しっかり頼んだぞ。何しろフリーナと話せるようなタトでお前しかいないし。今夜どう話を切り出すか慎重に検討しておこう。旅人バイモ、サンドル川にあるスピナディロースラの拠点は変わらずあんたたちを歓迎してるからね。安心して泊まってちょうだい。それじゃまたね。お、戻ってきたか。今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。お、おいしいものまで用意してあるなんて。ナビア、あ、いや、ボス、最高。メインディッシュだけじゃなくてデザートもあるぞ。いいか、これは全部オイラのだからな。ふぅ、昼に会ったことを一瞬で忘れられた。おや、この声はまさか。あ、あなたたちどうしてフォンテーヌにいるんです？あのですね、道中で誰に会うかなんて水占い占ったりしませんから。まだフォンテーヌにいるってことは、お前やっぱりフォンテーヌには。フォンテーヌには用事、市内にホテルを取ってあるんです。今日は辺りを散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。もうはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえない。おう、そうだよ。私も昔は自分のせいを持っています。いや、
これは話さなくてもいいことですね。とにかくおばばに弟子入りした後、偉大なる先生術師になるための第一歩をそのせいに変えることだと言われまして、まあそこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り今のせいに変えたんです。でもその時はメギソスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ違うのか。はい、メギソスは私やおばばが正義の方がいますが、一般的には偉大に解釈されています。自分を言葉を名前に入れるな。まさかそのことを避けずに載せるつもりじゃないだろうな。そうなるでしょう。いずれにせよ処女を強になったら私もそうです。アストロマンサーバーベロストリスメギストスです。どんだけ長いんだよ。これを偉大になるって意味なのか。私の名前の意味は偉大術師もなんですが、おばめはそうですね、ちょっと3倍偉大なる声楽者と言ってしか。まあ先生術師特有の称号だと思ってください。3倍、なんだか付け方が子供っぽいな。そうでしょ、おばばはそういう人なんです。メギストスを使っていたのに、私を弟子にした後わざわざトリスメギストスに変えましたから。2倍どころか弟子にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名刺のようなもので、通常であればその役割は生と同じです。分からなくても大丈夫ですよ。ちょっと深く勉強する必要があるとき。おいおい、区別的だぞ。でもモナはフォンテーヌ人じゃなくてってことでいいのか。私はモンド生まれですよ。今ドーマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ遊具して帰ってきた後、モンド城で来たんです。そっか、よかったぜ。少なくとも水に溶けることはないな。いや、最近フォンテーヌでいろんなことをしていますよね。たとえこの城とも あの異様な水には近づかない方が。なんだか嫌な予感がしますから、あの水はかなり厄介そうです。ええ、例の予言に起因していると言えますね。先日スチームバード新聞がコラム作家である私をフォンテーヌのシンポジウムに招待したんです。そこで最近流行っている予言について先生術師としての見解を述べることになりまして、招待状はかなり前に届いたものでしたから、フォンテーヌがこんな大変な状況を予想していません。あの予言のことはモナは当てた？先生術師の意見を当てめて、それが現実になるかどうかだけで言えないか。じゃないと不安で仕方なくって。確かに私は先生術師が、あの予言はフォンテーヌの意味ではテイワと全体の運命に関すること、それを確認することは全体を占うことを意味します。お湯ならレベルとなると誰よりのことではありません。私それができるのなら先生ではなく予言者と呼ばれるべきでしょう。ただ逆に考えると、あの比類ない力があります。ここで予言者によるものなのでしょう。内容は世界の運命に関わるもので、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。現象聞くからそうだな。いますよ、そのレベルの占いでしたら。おばばの姉妹、つまり魔女会にも似たよ。え、あなた本気ですか。わかりました。自然なあなたを見るのは珍しいですし、あとも協力しましょう。おばばに出たらすぐに知らせます。
できないことですからね。さあ、全力で私を褒めたたえてください。いや、最も偉大な先生術師モナさん、オイラたちの知り合いの中じゃお前詳しいやつはいないぜ。そう、その通りです。すまない、入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが、もし何か手が必要なら気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。では私は用事を済ませてくるので、よかったらまた連絡します。モナのやつ、ちょっと逃げてったな。空の人がおいら可愛がなかったら今頃じとめで見られる場合だからな。たくしょうがないやつだ。わかったならいいぞ。はい、ふう、起きれたけどまだ少しね。今日はヌビレットのところに行くんだろ。早く準備して出かけ